2009年熊本県大和町奇跡の旅副音声イナジエもいるよまたもやイナジエさん自己紹介から入っちゃいましたけどもちょっと違うパターンを考えてできなかったそうですねできないかったですね同じ前と同じ出方でさあということでこれがもう第4話でございますで、はい、もうそろそろ通順教に、ねはい、あのつくんじゃないかなと思いますが、ねうん通順教はあれですね通順教のその駐車場みたいなところはもうすでにあの道の駅にもうそうですねあそこにすぐ道の駅通順橋っていうのができてて、ねはい、そこでまあいろいろね休憩したりだなんかお菓子お土産買ったりだしながら通順橋が見れちゃいますってことですね、はいはい、あ行ってます行ってますスナック駅だ多分これ一番の繁華街ですよ ね, そうですねここが多分おそらく大和町のでもいや怒られますよ、ね、山田町の皆さんに怒られますなんだととあそこが一番の繁華街だととスナック駅がねメジャーだと思うなよみたいなねことを言ってるかもしれないそ う,、ねうん、そうそうあで見えてきましたね通順橋見えてきましたよこれだからその12月31日だからあんまりそこまで人はいなかったですよねいなかったいなかったもう年の瀬だからですねまあ普通ね12月31日にねあのどっかね遊びに行こうみたいな旅をしようよみたいな人はいませんからうんその家に帰なんですか実家に帰るとかだったらまだ分かりますけど僕らは実家を出て行ってますからね12月31日の時点でなかなかいませんよ12月ね皆さんねなるべく12月30日はね家族団らんで過ごしていただきたいものだって本当ですあのこれはプロだからできるそうそうこれはねそうプロだからできるわけですね12月人が休んでる時にねこう収録に行っちゃうんだ僕らはあ出てきましたね道の駅通順橋ですねねなここに横にお土産物屋さんがあっての食事どころがあってのそうですそうです、ね、だからあの通順橋を見に行ってその観光に行くっていうこともできますね。うん、だから、ねうん、でもあそうですね思い起こせば、はいはい、まあまあ後からまた出てきますけど、ねはい、そういえば12月31日だって言いながら、はい、観光バスのツアーが来てましたね。そうですそうです。31日あれ何のツアー何のツアーなんでしょうね。12月31日にバスツアーが、ね、あるってどういうことなんでしょうね。西鉄さんですよ。西鉄さんですよ。まあ後からねまたいろいろお話しますけど。はいはいまあ俺はちょっとびっくりしましたよね僕らも意外すぎるっていうあれも、まあ、若干高齢の方々 の, あのシニア向けのなんかツアーですね、うん、そうですよね、はいはい、年齢層は高かったと思うんですよねでこの時ですねもうすでにもう寒さがね、はい、すごかったんですよねすごかったです、はい、気温2度ぐらいですねもうですね、はいまあ、この日というか12月31日と1月1日のその気温の上限と下限っていうんですかねで言えば上は2度なんですよそうですね上は2度で下が氷点下の2度なんですよねマイナス2度なんですよね、はい、これをカメラは撮ってますけどもう手袋してないともう手がやられる手袋カメラは金属製だからキンキンに冷えるんですよ皆さん持ったことありますか2度の中カメラをもうキンキンに冷えていくんですよだから僕らもねポケットに手突っ込んで出しませんからね本当に寒い、まあ、でも2度ぐらいでねってね、東北とかの人たちは、ね、思うかもしれないですけど、はい、僕らのこの宮崎とかでね2度なんていうこともねまあまあありませんからねもうそうです一番低くても何度ぐらいですかね何度でしょうね十何度ですよね多分13とか12度とか、まあ、もうちょっと低いと思いますもうちょっと低いかなさすがにそれは言い過ぎだと思いますそうかな沖縄ぐらいじゃないですけどでも一桁ってあったっけありますあれ一桁はありますああるの一桁ありますじゃあ僕の勘違いだねさすがに一桁ありますあでねこう食堂行って稲尻さんにねあの食のレポートお願いしようかななんて言ってたらもう休みだったってそうですもうすっかりそれが頭から抜けてたんですよねそうでもう画商なんてね12月31日の時点でもう画商ですからねもう正月明けにしか明けねえぞっていうね意思表示でしょこれ僕ら普通に旅をしてる感覚だからもうレストランがあって空いてる感覚だからねだから都会の皆さんねこれも気をつけておいてほしいですね田舎はね土日店閉めるとかありますから ありますいっぱいね普通にいっぱいありますからね
あのサービスが行き届いてないとか ね思わないでくださいね、はい、そういう地域なんだからガソリンスタンドが土日閉まってます ねそういうこともありますね、びっくりします、ね、うん、そういうところもあります。あのね、顧客満足度がどうかじゃないんですよ。違います、違います。そうです、地域の中でどう生きていくかですから、はい、あのね、土日も店開けてるなんてね、今は普通になりましたけどね、はい、まあ僕らからしてみりゃね、はい、ちょっと前から考えりゃね、異常ですよ、ね、土日ぐらい休みなさい、あなたたちもと。コンビニが異常なんですよ。あーでもね、でも逆に言うと、もうこのここまで来ちゃうとね、コンビニぐらいはもう24時間365日ね、やっといてもらわないと困るなっていうのはあります。それはあります、あります。それはセブンイレブンって7時から11時で閉められちゃちょっと困るもんがあります。それはあります、あります。あ、でこれがね、その何でしたっけ、関羽と画梁とかっつって、そうです、なんかお祭り、八作祭りでしたっけ、ね、はい、の時になんか使うものなんでしょうね。ですね、お土産さんの中にこれの祭りの様子の写真がいっぱい貼ってたんですけど、なかなかお写真見る限りだとものすごい勇壮な、ちょっと生で見ると迫力がありそうな感じでしたけどね。ぜひね、じゃあ八作祭りの動画なんかも、そうですね、探せばあるかもしれないですけどね、はいはい、また人任せに探せばあるんじゃない見たい人は見てみればってそうですね、まあこんな感じでね、面白い番組を作ってくださいよって大和町の人が言ってきたら、僕らもそれは八作祭り行きますよ、ダーッつって。そこまでは面倒見きれないですね、こっち。八作祭り9月みたいですね。あ、ですね。あ、八作祭りほら、あ、八作っていうのか知らないですけどね多分合ってると思いますよ、まあ、9月の第1土日に大体あるんでしょうね、この八作祭りっていうのが、うん、ね、はいはい、じゃあ興味ある方はぜひ9月に大和町に行ってもらって行ってもらって、その旅の様子を動画で僕らに見せてくださいよ、アップすると。そうです、そうです。で、この通潤橋の放水についてですね、はい、はい、そうですね、まあ定期的に放水してるのもあるらしいんですけど、はい、まあ、どうしても見たいと、はい、どうしても見たいんだ放水がっていう人はここで書いてますけど、一回5000円払えばね、放水してくれるみたいなんで、ぜひね、これ売店の中に受付があるみたいなんで、ね、はい、行ってもらえれば行ってもらえれば行ってもらって5000円払って、はい、ね、放水してよと。そうですね、放水してよ言えばいいんじゃないですか。まあ後からできますけどね、僕たちこの奇跡の旅と名付けてる通りね、もうね、12月31日にね、放水なんか見れるわけないだろうっつって予約したのってしてねえよって言って言ってたら、うん、まあ後々見れちゃうんです ね、まあ、放水のシーンがね、これはびっくりしましたもんね。もうびっくりしました。まあ、危うく帰るとこでしたもんね。まあでもそのシーンはね、また後から出てきて皆さん見ていただきますが、まあ、この後ね、だから通潤橋まで行って、そうですね、つまり滝ですね、五郎ヶ滝、通潤橋の後に滝です、滝ですね、うん、通潤橋とりあえず行って、その後に五郎ヶ滝というですね、矢部48滝の中で最大の滝らしいですか、最大の落差ですかね、の滝、はい、本当この度滝多いですよね、鳥多いですね、鳥前のドットコムね、まあ、要するに、ね、田舎の象徴ですね、滝があるなんつうのはね都会でね、滝みたいだなんつってもね、そうですよね、見れませんから、それはいきなりね、まあそういう滝の映像がね、滝の映像がっていうか、まずは通潤橋の映像が次第5話で出てくるということですね。はいはい、いやいや、この辺からもう奇跡が、次々と奇跡が起こっていくんですね。あ、そうですね、滝のところでも起こです、ね、奇跡が起こりましたね、はい、そうです、そうです、これから奇跡三昧、三昧お腹いっぱいの奇跡を皆さんにお届けしたいと思います